ご参集いただきました新垣結衣を支える上司の皆さん、本日は日曜日という、またこのようにハーレーが始まるというタイミングにご参集いただきまして感謝申し上げます。ありがとうございます。何か持ってると思いませんか。今のタイミングで花火が上がる、間違いなく私たちは勝利に一歩ずつ近づいていると思います。9月1日に出馬表明をさせていただいて、この糸満市を何とかしなきゃいけない、この糸満市を絶対に変えなきゃいけない、そういう思いで出馬表明をさせていただきました。半年以上のこの期間の中で多くの市民の皆さんにお会いをしてお話をする中で、なんとかこの糸満市を住み続ける価値のある町にしてほしい、また糸満市を期待ができる糸満市にしてほしい、そういう思いを何度もぶつけられました。そういう方々とお会いする中で、私は日々糸満市の課題というものに直面をして、またさらに住みやすい糸満市を作っていくためにもっと頑張らなきゃいけないという思いで活動をさせていただきました。そう半年以上活動をしてきて、またこのように皆さんに支えられて今日まで活動できたこと、重ねて感謝を申し上げます。ありがとうございます。出馬表明をした時に言われたこと、もう少し待ってから市長選に挑んだ方がいいんじゃないかという声もありました。もう少し待ったら新垣結衣は必ず市長選というところに名前が上がるよ、それまで待った方がいいんじゃないかというお話を多くいただきました。早期期待会で奥間亮那覇市議会議員からもあったように、待ってられないんです。今の糸満市の現状を4年遅らせて、市民の皆さんの負担がかかる政策を推し進めようとしている市長は変えなきゃいけない。私たちはこれから、先ほどたすきがけをした時に私の息子もいます、私は2歳の子を持つ親として未来に責任ある政策を進めなければいけない。未来に責任ある政治というものは市民の皆さんに負担がかからない、子や孫にツケを残さない政策を推し進めることだと思います。皆さん、間違っていけないのはただ単に市長選挙で戦っているわけじゃないんです。私たちは本気でこの糸満市を良くしていくために、市民の皆様の負担を減らしていくために政策を掲げさせていただいております。いよいよ今日から1週間、私一人ではこの戦い走り抜くことはできません。どうか今日ご参集いただいた同志の皆様の最終最後までのお力がけが必要です。今日このようにご参集いただいたことに、それを確信に変えてしっかり選挙戦走り抜いてまいります。この選挙戦勝つことができれば、間違いなく糸満市は変わります。絶対的に変えてみせます。根拠がある政策を掲げて、根拠がある財源を示している候補者は私しかいない。耳障りのいい政策を並べて市民にごまかして選挙戦をやる選挙ではなくて、糸満市の現状を訴えながら、その課題を解決していく政策をこの1週間皆様と共に走り抜いてまいりたいと思っております。1週間、どうかどうかどうか皆様の
お力添えを。市長には荒垣裕太、お願い申し上げまして、出陣式の挨拶と返させていただきます。皆さんともに頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。